ハリス。ハリス。ハリスは、かつて存在した、日本の菓子製造販売会社。戦後の一時期、チョコレートや、ジューインガムなどの製造で、カバヤシスコフルタ、前田製菓などと共によく知られた。森明広が、満州、中国東北部から引き上げて1952年、昭和27年に、大阪で企業、子供向け菓子を多く開発、発売し、 一時は千人の従業員を要したが、やがて衰退して、1964年、昭和39年に、金棒、元クラシエフーズに吸収された。社名は、幕末の初代中日講師タウンゼント・ハリス。綴りはハリスから取られ、ハリスの連想からリスを、シンボルマークとした。福和術の川上昇の、ハリス・ボーヤを使った、一等賞という言葉は広く、知られた。 今に続くコリスは関係会社である。ハリス株式会社創業者で日本のエジソンとも言われた森明博は1907年、明治40年に香川県三豊郡庄内村に生まれた。家はサヌキ三代郎と言われる米、塩、砂糖を広く商う祖宝家で野郷を森また紹介と言った。森は神戸の外国語学校を卒業し21歳で、 下関において、当時日本領であった、朝鮮や満州と貿易をする事業を始めた。大陸では、キャラメルやビスケットなどの需要が多く、これらの菓子を持ち前のアイデアで新方法、例えば子供向けにキャラメルを一個ずつで売る、バラキャラなどで商ったため、大成功を収めた、これらが後の菓子メーカーのハリス創業へと繋がった。 しかし15年戦争が激しくなるにつれて統制が始まり、企業も統合整理されていったので、森永聖火への合併を機に廃業して、満州へ渡り、関東軍や南満州鉄道などに、寒旦を収める日満食品工場を立ち上げ、大いに発展した。敗戦後、侵入してきた赤軍や、その後の中国軍にも、壊れるままに不足していた寒旦を提供していたが、 すべてを捨てて1946年、昭和21年に引き上げ、地グを得ていた、金棒の敷地であった大阪市宮古島区、高倉町で森また商会を再建した。食材は極端に不足していたが、持ち前のアイデアを発揮して、クルコースに香料を加えて、チョコレートを作り、1948年、昭和23年に発売した。ハリスチョコレートとネーミングした。 ハリスチョコレートは、大洋食であったが、化学された菓子として、甘いものに飢えていた人々に受け入れられ、やがて金棒の三千坪の工場を得て、大々的に、事業を展開した。また、当時国民病でもあった海中の駆除薬を、大阪大学薬理学教室の協力を得て、新しく椿の実や麦の茎から抽出した成分を、使って開発し、菓子のイメージで、 ハリスはスミンとして発売した。そして、ハリスの代名詞ともなるチューインガムを開発する。チューインガムはすでに30年前、アメリカのリグレー社で天然チクルを使ったものがあり、輸入されて国産化もされていたが、本格的に販売していたのはロッテなどのわずかだった。そこで森は近くにあったカネボの研究室で GP チクル、サ,クサンビニールを見て、これを使って、 大用のチューインガムができないかを考え、温度に敏感な酢酸ビニールを改良し、1951年、昭和26年に発売した。このハリスチューインガムは、菓子業界空前のヒット商品と言われた。森は押されて、日本菓子工業界副会長の養殖につき、1952年、昭和27年に、社名も、ハリス株式会社に変えた。ハリスからの連想でリスを、 シンボルマークとし、本社入り口には、リスの飼育刑事を作った。チューインガムの各班を狙って、新聞広告や、ラジオコマーシャルで PR を開始した。ラジオ番組、ハリスクイズの司会者として、当時京都学芸大学、現京都教育大学の学生で、福和術を得意した、川上登、及び朝日放送と専属契約したばかりの森、三つ子を起用。 各地の小学校などを巡回して、週1回30分の番組を録取した。川上が描いた、福話術人形の、ハリス坊やがクイズ正解者に白目を出して、一等賞、と声を張り上げる姿は流行し、朝日放送の看板番組となった。1956年、昭和31年には、主人公を、ハリス少年と名付け、シェパードが活躍する、子供向けウエスタン TV 映画、 メイケンリンチンチンの提供を始めた。また1958年、昭和33年には、業界第一号となるチューインガムの自動販売機を、国境機械製作所制として開発し、普及させた。GP ミントガム、グリーンガム、コーヒーガム、ニッキガム、ビッグガム、風船ハリスガム、ヤングハリスガム、スペアミントガム、ノーブルミントガム、デリシャスジースガム、 プレーガム、ハイフレッシュガムなどのチューインガムを次々と開発、発売し、1960年、昭和35年には、チューインガムだけで年間売上げ45億円、シェア40%、従業員1000人に拡大していった。この頃、森は押されて、日本チューインガム協会の会長につき、さらに GP チクルを増産するため、また関東進出もあって、神奈川県小田原市今井、 玄子飛武町西基調に敷地1.5万坪、5階建ての小田原工場を建てた。この建物は、現在も金棒化粧品の工場として使用されている、ハリスガムの生産を他工場に移し、閉鎖された東京工場から化粧品生産ラインを移管。しかし、この頃から森は病魔に侵されて指揮が取れなくなり、1964年、昭和39年、 本社に隣接する金棒に吸収統合された。金棒は、新ニや、グレーター金棒計画として、食品事業進出を計画していたため、ハリスを受け入れ、金棒ハリス株式会社を設立し事業を継承した。戦後の一時期、森永製菓や明治製菓など老舗の菓子メーカーに押して、森明博の積極性、創造性で急成長したハリスは、こうして消滅した。 その後、小田原工場は化粧品の生産に転換し、従業員は大阪、宮古島の工場、旧ハリス本社工場及び高月工場に配置転換された。金棒ハリスは渡辺製菓などを買収し、金棒食品、ベルフーズ、金棒フーズと変遷をたどり、2007年、平成19年に現社名のクラシエフーズへ解消した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。